売を今後5年やらないってきつくない？いや歌舞伎町マジ6年もねえわ、ほんと汚い金と汚い嘘が飛び交う街だわ。そこ世界一面白いフリートーク。最近撮影頻度多くね？何でしたか？プライベートで会えばいいじゃん。撮影でしか会ってくんないの。仲良くなくね、逆に。いいよ、前も一緒に遊んでたじゃん。最近遊んでるかね、そういえば。でもキャバクラ行ったじゃん。あ、行ったわ。キャバ嬢に飲むヨーグルト強制した。痛風だから酒飲めないからってさ、キャバクラ行って飲むヨーグルト頼んで、黒服の人。最近面白いことありました？一番の大トピックはロードの上昇だと思う。いやーすごいね。でもあんなにさ、何に使ってたらあんな赤字になるんだろう。人件費、人件費3億。ブレインとさ、まあ、ほぼほぼ似てるわけじゃんか。ブレインはじゃあなんで人件費かかってないの？スキルハックスと同じ人材でやってる。スキルハックスのカスタマーサポートやってる人がブレインの方もカスタマーサポートやってるし、うん、開発のエンジニア代ぐらいで別でかかる、うん、人件費削減コンサルしてあげたら。いやー大変こう、こっちのコンサルとか受けたくないでしょ。イーロン顔負けの首祭りになるかもしれない。首祭りやばいよね。でも日本じゃできないのか、首。すごかったよね、イーロン。見た。長時間労働できる人は、方法を入力してください。公務員入力がなかった時点で、給料3ヶ月分が自動で振り込まれます。めっちゃ口です。首切るの自動化マジでおもろいな。別に雇用しなくてよくねみたいな多いもんね。俺らはさ、最初からフリーランス界隈で生きてるからさ、人件費に対して結構シビアじゃん。もう外注費だから。結構いろんな企業が人件費見直すだけで利益パーンって増えるってあるよね。ブレイン何人？カスタマーサポート1人でしょ？サポート2人か。と、あ、8ぐらい。多分月の人件費で言うと200ぐらいじゃないかな。その開発ね。サーバー代100万ぐらいでしょ。ノートがさ、年間3億か4億くらいの感じで40億に時価するじゃん。プリンが2億から3億くらいの単体で黒字で、うん、ってなったらさ、いいんですか投資家さん。一応買った方がいいんじゃないですか。ブレインの株買いたい人多いでしょ。買いたいもん。この前買い戻されちゃったからね。コンテンツ販売業界から上場が出たってのは素晴らしいことだと思うよ。ノートも一生懸命クリーン化してたからね、うん、ブレインは上場できないよね。できないできない。死ぬ気でいいと思うんだよね、ああいう界隈って。どう思う？上場したいっていうのがあるんじゃない？わかんないけど、なんかかっこいいじゃん。そういうことなんじゃない？株主構成見たらさ、一番持ってるその代表の人が35%か36%ぐらいだったよ。全部売っても12億ぐらいなんでさ、結構きついよね。これもね、12億って直近のお猿さんの営業利益ぐらい。上場して全部売るかって絶対売らないから、そんな人手元現金2、3億ぐらい。プラットフォーマーってなんか大変だなとは思ったよね、うん、維持していく中でさ、あんだけ人件費かけて、あんだけ開発かけてさ、コンテンツを販売する側は月1000万とかのことを売って利益出してるんでしょ。大変だよね。あおくんもさ、最初にライドシェアサービスとかやったわけじゃん、うん、でそのライドシェアサービスの利用側はさ、そこそこ稼いでるの、プラットフォーマー赤字なんだけど、結構ザラにあるしさ、ホームに行くっていうのは当たればでかいけど、外すと茨みたいな。そう、当たってよかったね。ブレインブレイン売却とかの予定はあんの？今とかないかな。トラブルよね、あのサービス。あとね、サコンやってるっていうことのバリュー結構でかいと思うんだよね。ロックアップすればいいじゃん。あれでロックアップするとブレインでコンテンツ出してるじゃん。コンテンツは販売が協業になる。一回売却の相談とかも来たりしたんだけど、コンテンツ販売を今後5年やらないってきつくない？まあそうだね。キャンプ系できなくなるし、協業になるからね、まあ、どこまでが協業でっていうのを理解してるっていうことが現れてないけど、自分の会社売却してオンラインコンテンツ発信ダメですとか、 YouTube チャンネル作るダメですよ。それはきついね。だから動画編集した教育業と YouTube の自宅はダメですよだったら、まあ別に新しいことやろうかなと思うけど、はい、どこまでを理解してくれるからね。こっちの見せ方もあるじゃん。まあうちの事業は動画編集者に対する教育事業と、その教育した人たちを使った YouTube の運用代行業ですっていう見せ方になるから、特にうちは分かりやすいじゃん。それが動画編集結構絞ってるから、全部がある種うちの方が次やりやすいよね。結構幅広いじゃん、全部やっちゃってるから。お寿司さんとかさ、もし英語のスクールだけ切り取って大手の英語の教室やってるところに対決するとかさ、英語事業はやんないでねとかだったらいけるけど、発信とかコンテンツ販売、コンサルティング全部ダメだよってきついじゃん。そこまで言われないんだってさ、極論だってマーケティングダメみたいなもんでしょ。マーケティングしちゃダメだったらヤバいじゃん。言われるところあるよやっぱり。マジ？それやるならうちでやってくださいとある。その立ち上げ能力だったりとか事業構築能力を持った代表取締役のこと買ってるんだよって言われる。うん、まあでもロックアップ中はまあいいんじゃない。でもロックアップ後にそれも協業だからダメって言われたらしんどい。さすがにお前働くなって言われてるもんじゃんね。さすがにそれはないんじゃないかなって思うけどな。前パーソナルジムで働いてた人が、うん、辞めた後に協業禁止って言われて、ジムダメかプロテインの接続会社みたいになって、うん、それもダメって言われて。マジかわいそう。人間関係によると思うんだよね、まあ、言うても。なんでこそこそやるとかやるかダメなんだよ。こういう事業に
りたいんですけどつって、うん、共有はしないんでって言ったら、まあなんとかなるよ。ちゃんと事前相談があるかないかで、だって向こうもさ、別に貶めたいわけじゃないじゃん、絶対。ちゃんと仁義を果たした新規立ち上げようだったら全然いいと思うんだよね。うちのアトコンメンバーとかがだって新規事業やりたいんですけど、これは外していいですかとか言われたらさ、相談されたら全然いいよね。でもなんかもしコソコソやってたらブチ切れるよね。相談してくれたら全然いいよっていうことでも奢ってくれるんだろうなっていう顔してくるやつには奢りたくないけど、財布出した可愛い後輩にはあ、もう実は奢るからいいよっていうあれコミュニケーション次第だね。大事だ。今週さ、今金曜日じゃん。月、火、木、キャバクラ行きました。お、フル出勤じゃん。稼ぎの量よ。水曜日はちょっとまた別件があったから、また一人彼女増えちゃった。キャバクラにハマる理由みたいなのをずっと考えてた。なぜ経営者がキャバクラにハマるのか。サコチャンネルでも喋ったんだけど、多分ね、ちょっと頭の悪い子と、あんま考えずに脳の負荷かけずに喋ってるのがいいんだろうな。そうでもないのよ、素人ですね。これは営業か、それとも本音かってめちゃくちゃ思考を張り巡らされてるのよ。 99% 営業だって思いながら 1% は本当に俺のことついてくれてるのかなって期待しちゃうのよ。その 1% を確かめたくて行っちゃうので、プロになると営業だって分かりつつそれを楽しみに行くのよ。いやー、なんか昨日でちょっと萎えちゃったんだよな。サパの男がいるのよ。バーとかで一緒に飲んでくれる気さくな男っていうやつですね。サパオと仲良くなったのね。でもおそらく歌舞伎町内だから、キャバクラとサパが客を回すために協力し合ってるんだからみたいな。サパオにキャバクラ行こうって誘われた。でキャバクラ飲んで、でアフターでサパオのサパに行って結局これやっぱ営業だなって思っちゃったのよ、いろんな会話の節々から。それで萎えちゃった。言うて客だし、夢見させたまんま帰らせてほしかったんだけど、気づかないようにプロとしてやってほしかった。ミッキーがさ、あの客よくグッズ買ってくれるから写真撮ろうぜって言ってると思って悟らせないでほしいのよミッキーはミッキーでいてほしいの。着ぐるみかどうかに怒ってるんじゃなくて、着ぐるみだなって思わせたことに怒ってるみたいな。せっかくディズニーランド行ってんのに萎えちゃった。それってさ、良くない商品を売っちゃうコンテンツ販売者と結構似た構図じゃない？そうだね。そこでその行動するより、この行動を取った方がいいじゃんっていう、そうそう、まあ、分かるじゃん、あれ。変に営業せず本当に仲良くしてくれたら別に生き続けるし、死に続けるから。 LTV は結構、ね、結構お金持ちだし。シャンパンポンって開けたことによってさ、今後の100万を失ってるよ。100万200万とか今後の1000万ぐらい失ってる。例えば今日ちょっと青さん、せっかくアフターで来てくれたんで、これうちのお店からもシャンパンのプレゼントですけど、本当に安いやつでもいいからさ、2人ぐらいシャンパンも無料であげてくれたらさ、もうそこからアフターを全部消費できるよ。そういう動きをできるとめちゃめちゃ変わるのになっていうのを節々思う。誘導性が激しいとか分かってるんだよ。取れる時取っとかないとっていうのもあるよね。激しく飲む若い人だとかさ、本当に半年とか消えちゃうと思うのよ。それは何度も見てきてると、結局それが最適解になっちゃうのかなっていう気もする。LTV は最初に取ってしまおう。そう。ちなみに火曜日は B ちゃんのおねだりに負けて B ちゃん連れてってあげたから。楽しかった。楽しかったですね。 B ちゃんめっちゃキャバクラ好きなんや俺は一人じゃ行かないんだけど、 B ちゃんとかが一緒に行ったらめっちゃ嬉しそうにするのが嬉しくて行っちゃうの。どうもっす。佐久間もキャバクラ好きじゃないじゃん。でも B ちゃんと一緒に行ったら多分ちょっと、あ、こういうところにお金払うのいいかもなって思える。いや、萎えちゃったな。指名変えなきゃいけない。フリーで回すのめっちゃつまんなくない？指名もしたことないから。そうだから、キャバクラのつまんない部分しか知らない。それだったらどう、 B ちゃんに40落として1日で40使い切ってこいっつって、どういう遊びするかをちょっと考えました。面白いと思うよね。キャバクラに行くだけで終わるよ経験ですね。やっぱ知らずに、ね、否定するのは良くないから、知った上で否定してやろうかと。いや、歌舞伎町マジろくでもねえわ、ほんとろくでもないって分かった上で行くんだけどさ、汚ねえ金と汚ねえ嘘が飛び交う街だわ、そこ。尊敬してる某先輩経営者に言われたんだけど、まあ、青くんは本業で人を信じすぎだと、隣から見てても危なっかしいと、本当に性善説すぎる、人が嘘つかないって思いすぎみたいな、はい、だけどそれを学ぶのって実際嘘つかれて痛い目を見ないと学べないと。だからそれを本業で経験をするのはよろしくないと。だから大川が言ってるそれを教えてくれるのがキャバクラだと。夜の人間の汚い部分を、お金のために人がどれだけ嘘をつくのかと。フォーカー競技じゃん。いかに人が金のために人を騙し嘘をつきっていうものなのかってことを学べるのがキャバクラだよって言われたから、研修費でキャバクラ行こうかなと思ってダメだよ。最近も個人のカードめっちゃ切ってるわ。それで、ね、逆にそれさ、同じ予算持ってさ、北海道とか地方のキャバクラとか行くの？無双するらしいね。めっちゃめっちゃ楽しいらしいよ。そっちの方がいいかもしれない。通うっていうのが大事なんよね、俺の中で。この高崎のキャバクラ行ったんだけど、それはそれ楽しいんだけど、通って友達になってるって錯覚するのが楽しいな。結局営業なんだけどね、俺もまだビギナーだからね。なん
くんがキャバ嬢だったらどんな戦略を取る？大営業だね。全員彼氏にする。バレないように。バレるよ。全然違うとこですよ。毎日薬飲む。死にそう。つけてもらうんじゃない？いやいや、つけないよ、キャバ。もちろんキャバクラに通うやつつけると思う。確かにな。絶対つけないよ。性病検査はこまめに行きながらやるんじゃない？ごめん、性病だったとか言ったらさ、服はないよ。だから性病には気をつける。だから結局男も絶対やってっから、いろんなところで誰発信の性病なのか分かんないはず。自分が性病だってなったら自分が移したって思うんじゃなくて、あなたは私に移したってスタンスでいく。テーマは男と性病。これ何よ本当に。性病にかかりたくない方は概要欄のマーケティングメルマガを。あ、でもつなぎようこれ難しいな。つながんないから、何でもいいから概要欄のマーケティングメルマガをクリックしていただいて、マーケティングの勉強をしてください。まあ、あくんが週3回もキャバクラに行ってる間にも売り上げを進んでいけるというのは、そうだよ。マーケティングを勉強してるからかならないので、ちゃんとしたスキルを学んでもらえたらいいかなというふうに思います。今週そんだけキャバクラに行きながら300万売り上げ立ってますからね。皆さん概要欄チェックしてね。はい、はい、つなげられました。ありがとうございました。